よし。ちょっと楽しんでるのに、ゴミが多すぎるんで殺しますね。よし。そんな分かりきってたことをね、わざわざ言いに来るね、ゴミがいるんでね。そんなん分かってたでしょ。よし。で、こうして、で、せいせいと。で、こいつらに作業させよう。どれどれ？あ、全然やん。俺、3桁かと思ってた。全然いいじゃん。ついに3桁来たかって。めっちゃ覚悟してたのに。なんや、本当にお前らゴミなんやな。正直そろそろ来るかなってちょっと怯えてたんや。それはあった。みんなよ。本当にお前ら意地が悪いわ。まあ、とりあえずゴミが消えたからこれで平穏も訪れて。よし。ん？見えてるよ。なになに？視聴者もこうやって厳選してるの？そうだよ。あ、こいついらね、こいついらね、こいついらね。あ、よし、いらね。あ、はいはい、いらね、いらね。いらね、いらね。誰もいらない！どれにしてくれば！うさうさ。やっぱいるいるいる。これ裏で捕まえたんで、フェザール。怖いよ、テック。まあでも、いちいち気に留めてたら、本当にやっていけないですからね。こうやってね、ある程度切り捨てることも大事なんですかね。みんな消し切った？うそん、寂しい。え、うせやん、パルワールドのさ、ストサバができてさ、それに俺が呼ばれるんじゃないの？じゃあ何のためにこのゲームやってるんだって。うそやん、みんなもうやめたん？うそ。楽しいからだろ、そうなんだよな。行け、アヌビス！ 278。 お、いいぞ。え、結構食らわしてね。何その動き、怖っ。でも風船みたいになってる。アヌビス頼む、俺に近づけさせるな、あいつを。あいつ攻撃モーション、そや距離を一定数取らんとできやんからバグってるんや。当たんねえよそれ。いやー。上からはっ、もう一発食らわせてくれ。倒すなよ。何これ、これはこれはどうなってる。アヌビス？なんかエヴァンゲリオンみたいになってるお前。大丈夫か？え、時間停止系？行けアヌビスの祈りが通じた。よくやった。スフィアランチャー作れって言われてた。ああ、スフィアランチャーってなんだ。わかった。じゃあ行くぞ。スフィアランチャーは何番？単発型スフィアランチャー。スフィアを発射するためのランチャー。より遠くにいるパルでも捕獲できる。クラフトするには武器製作台が必要。スフィアランチャーが弱かった時のリアクション考えてますか？いや、弱いわけねえやん。だってここにあんねやろ、絶対強いやろ。だってお前らがそれ作れって言って作らせたのに弱かったら俺怒るよ、普通に。よし。できた。これで、これ遠くのやつにボール投げれるってだけ？まさか。あそこにツッパニャンがいるやろ？あいつに、シュート！え、嘘でしょ？お前、ワクワクさんでももうちょいまともなもん作るぞ。え？ゴミすぎちょ、え、冷静にゴミ。これバグだろ。なんでこれ作らせたん？拡散も作らせて。空から乱獲できないか。なるほど。ちょ、もう一回試してみてもええ。さすがに。普通こうやってエイム出てるやん。そしたらよ。なんかいっぱいじゃ、俺全部投げちゃった、ウルトラスピア。ちょっと待って。俺間違い、なんかウルトラスピア全部投げたのに。
俺これ拡散にやんもさい。最悪やマジで。いや。ちょっと待ってこれあいつやん。待って待って。これあいつや。なんどうしたお前。俺は助けるからな。やべ、顔が埋まってる。どうやったら救える？なんでこんなことになった？ダッチワイフみたいになってる。押したい。どうやったらこれうまくつかめるやろ。なんで？マジでわからん。ダメだ、反応しねえな。あ、いけ、頑張れ、知らぬい。いくぞ、知らぬい。こいつでバグってる説ある。これ、二面のボスが埋まってる。こいつ、だってさ、ディリーやろ？ディリクイーンやったかいにさ。ああ。なんか、絵面がまずい！どうすりゃええねん、こいつ。あ、落ちてる！え？いなくね？落ちてるわ！分断されてる！ディディ&ディディクイーンが。あいつなんや、やっぱり。こいつは乗ってるわ。え、別になんの？なんで？戻したらどうなんの？あ、帰ってきた。よかった、ちゃんと帰ってきた。お前、深夜パルの時優しそうで落ち着くわ。お前って言うな！いいんだよ。そうよ、ジオラーバ倒す予定ないよ。どこだ？右後ろ。あれ？いなくね？いた。よし。はい。まず、知らないじゃん、まず。あいつを攻撃しろ。はい。ほやへんねやけど。どうなってる。はい、行ったぞ。HP 結構あんな。じゃあコメントつかないんで裏でこの作業しときますね。じゃあさすがにひどいお前ら。やれやれ言うくせに。やっぱ裏でするねこの作業。あ、やっぱおもんないんだって。やっぱ 裏でするねこの作業は。ごめんごめん、俺が悪かったから。ごめん。いや、ダメ。このパターンもいつもそう。もう 裏でやって、これ どっちな、裏でやった方がいいってことなんやんな、これ。俺、わかんないけど、これ裏でやるべきなんやんな、これって。俺が間違ってんやんな。
とレビトラ頑張れ。いや俺はパルワールド好きやでクリアまでやんねん。でもそれを円滑にするために裏でやった方がいいのか悩んでんねん今。やべ、おいレビトラ攻撃しろ。お前このゲームクリアしたらすぐやめんだろ。なんでクリアした後やり続けなあかんねん。ダメだ、レビトラが攻撃しねえ。